さあリトルナイトメアやっていこうかなと思います。今回はこちらのゲームで遊んでいこうかなと思っております。それではやっていきましょう。スライダーで明るさを調整して、リトルナイトメアの世界をお楽しみください。楽しませてもらうぜ。何も変わらん。<laughs> な変わってる変わってますちょ,ちょっと待ってな。メガネかけるわ。いや、変わってないんですね。変わってないやったも この辺にしとくわ塩梅でどうやらですね、ホラーアドベンチャーらしくて、ちょっと見てきた、リトルナイトメアは自動セーブをします。この表示化されているときは電源を切らない。両替レース。あこっから始まるんだ。<laughs> やり直す。さあ、リトルナイトメア、やっていきたいと思います。これ言わないと始めれないんですよ。そういう病にかかってます。嘘です。ニューゲームからいきましょうか普通に。 では明るさ今回は変わってくれるかな変わらないね <laughs> 変わらないねまあそういう画が,が強いの好きっすよじゃあきましょうかニューゲーム、まあ、聞く限り海の音みたいなの聞こえるんですけどちょっとだけ見てきましたねこのゲームの説明というか公式ページ行って見てきたんですけどどうやら 黄色い服着たシックスっていう少女がモウ、ロモウやったかなモウっていうところから脱出するようなゲームらしいです。で、えー、っと、そのモウかロウか忘れたんですけど、そこが、なんか、外から入ってきた人が出てくることはなかなかできないよみたいな、そういうことになってるんですけど、まだ始まらないの。<laughs> 結構喋ったで、ね。押すんかな ん暗すぎてよく見ん,んあ誰かいるおるな誰や見えてます皆さん見えてる誰や今のがリトルナイトメアってやつですかね この子はここで一応遊び場としてもなんかやっ、うん使ってるらしいですよ。なのになんで今回出るようになった動かせるね。ジャンプがこのボタン。あとは他に何もできんのかランプつけるんじゃん。ナイス。で、こう、こう。ほー。なるほどね。くっそ、なかなかタバコの火つかんな。<laughs> くそ。 湿気でやがる。一応、明る、明るさマックスにしてみますああ、だいぶ変わるわ。めちゃくちゃ変わるじゃん。早い言うてな。ああ、A ボタンでこう、押したりもできるんですね。はい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 。なるほど。で、あとはタバコのヒート。進みますか。なんかあるのもれ、持てたりは、んできんのか。 モテっったりはできませんね。行きましょう。まあ、青鬼を乗り越えた私なら、そっとやそっとじゃ驚きませんよ。何、何でも来いって感じですわ。どんどん道が狭くなってますね。ちなみにこの辺は、木箱とかがあるだけか。どうなんですかね。結構考察ができたりみたいなゲームらしいんで、いろいろ調べていった方がいいんかな。 こういうのを調べるというか見ていくというか案外ここのねネズミの通り道みたいなのが後半であのネズミの通り道みたいな <laughs> なるかもしれんからな見といた方がいいし覚えといた方がいいのかもしれませんね先に進みましょうてってれてってってて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 なんかランプつけてもなかなか見えないなこれつけれるんじゃないどう あ、ナイスこれ火なんや。なるほどな。で、こういう風に視点調査も若干できると。これはどうやって持つこれ開けられへんから。開けれませんかんんん遊ぶな、遊ぶな。遊ぶな、遊ぶな。遊ぶな。タバコは我慢しなさい。いけた。なるほど。持つボタン、これね。 了解。ありがとうございます。先に進んでいきましょう。で、しゃがむのがこうらしい。ん入れた。失礼しまーす。誰もいないですよね。誰もいませんよね。いませんね。誰もいませんよね。これは俺の道です。さっき買いました。 誰も出てくんなよ <laughs>。さっき金払ってこの道買ったから、誰も出てくんな。しゃがんで。雨漏りしてるってことはやっぱ、水の中なんですかね。それが土砂降りなのか。おうえー、っと、何かあるかなはい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 。ここはどういう部屋なんかな すげえ難しそうな機械俺が一生触ることのない機械が並んでいますねポチポチ押してみる <laughs> これをこうしてこうしたらあ沈んじゃった <laughs> <laughs> な全然もうそれでいいよ G エンドであああすごいな鎖か俺が思ってたより案外でっかーい施設なんかもしれませんねなるほど ちなみに「リトルナイトメア」ということで僕の小さい頃に見た夢悪夢悪悪夢か悪夢かなんですけどまあ、まあ、そんな大した話はちょっとできないのが申し訳ないんですが僕が小さい頃に見てめちゃくちゃ覚えてる悪夢っぽい夢っていうのが同級生でちょっとね旅行行っててでその道中で同級生のまあ、首なし死し体全員見つかるみたいなそれぐらいですかね。 はいはいはい扉ではないなこういうひび割れた壁って怖いよなこういうところからテン出て,て青に出てくんのやいつ <laughs> 作品が違うけどなそんでもって What's it's this リモコン持てるんかな持てはしなさそうだね次ましょうか しゃがんで家具なんか旅行室みたいなところなんかな一応そうもうかろうかなんかわからないんですけどそこが外から客人を呼び寄せるみたいな感じだったんでどうなんやろうねあでもベッドみたいなのもあるんからそういうことなんかな特に何もできないかなはい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  ソファーか。なんで吊るしてんの座られへんやん。<laughs> アホなのか <laughs>。アホじゃないですか。ソファーの下とかは、特に何もなく、こっちも特に何もなく、この井戸みたいなやつは何ただの椅子か。あ衛生状況は成り立ってないかな。もうちょいちゃんと掃除してほしかったです。 1> 星1。登っていきますか。失礼します。よいしょ。よいしょ。トロイ何がい <laughs> バカにしてんのか。X でジャンプして、いや、×でジャンプして、Z、こうか。ZR ね。はい、教えてください、ほ、うんと。えー これいや、違うよね。さっきの思い出してくださいよ。あのー、ね、ソファーが吊るされるぐらいの世界線ですから、ズボンに靴がついて、で、ズボンのあのね、ちょうど穴開いてるところにハンガー通してこうかけてるだけです。だから展示品、ただの。決して、決して人が、人がぶら下がってるなんて、そんなことはあるわけないんですよ、ほんと。 これは展示品です。これはまじかいなく展示品。展示車はつってるわ。つ <laughs> ってるわ。つっとるわ。つっとんな。いや、でも顔見てないからまだ信じませんよ。いや、でもその割には結構堂々としてんな。ズボンにポケ、ズボンのポケットに手入れてるてか、でかない。<laughs> あとあ、でかすぎひんか。 分けてほしい、その足の長さ。ごめんなさいね。不謹慎で。これは何部屋なんやろ。パッと見た感じ。うーん。何の部屋でも、ただの空き家みたいな。倉庫みたいなもんなんかな。縁起悪いですよ。こんなところで。はい、じあ、ゃあこれジャンプしていこうか。違うな。これか。これか。 これか。違うっぽいね。これ壁じゃんできんのほんまあできない。押せ、押せ、押せ押せ、押せ、押せ,押,せ押してくれ。頑張れ。諦めんな。諦めな。ちゃうわ。えー、この椅子あんま使いたくないよ。こう押せる。こう押せるかなあ、押せるわ。なるほどね。 ジャンプしてここがガゴンガゴンなってますが動力室みたいなもんかなヘイ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 はいはいはいいろんな部屋あるなめちゃくちゃでかいなそう考えるとでけえところだ 説明欄にはなんか遊び場みたいに書いてたんですけどなんでこんなところで遊んでんやろうな進みますいやでもちょっとなんかじっくり見たい感もあるな今回に関しては、まあ、いつもじっくり見てるんですけどでもさっきのあの人視点で考えるとですよこの扉じゃ足りなくない足りねえよな絶対に通られへんよね絶対こっから入るしかないもんねこの部屋あ、いるねもしかしたらおらんくなってんちゃうかなと思って まあざっくり見ましたがここ怪しいな上に登れるんじゃないナイスおい上に登るそしてここにジャンプ無理か今のなんか落下の仕方落下ダメージありそうな感じやったけど大丈夫っすか行っ <laughs> <い>て<ぇ笑>これなんか開けへんよなえ <laughs> ちょっちょちょっとねちょ,ち,ょち,ょちょっと、ね、<laughs> ちょっとちょっと,ちょっとうるさいこっちに進めるところがありそうですけど無理この穴入られへんのほんまんなんか入れそうで入れないなあ頭入れるところは間違ってんかん開いてない開いてるよね いやそうなってくるとやつ気になるわこの冷蔵庫なんかあるんじゃないの何もないのに開けない開けるわけないもんな嘘だや <laughs> もういいか <laughs> 開,け開けましてなんかあるあ登れんじゃん登れます登れますええ登れるぞ どっちが正解なんやここで分岐なんかすんの早くない一回下から行こうかなお前もしかして落下で今の打ちどころが良かったんやろうねちょちょっとごめんなこう勢いよく まあ、これぐらいやったら死なんか。なるほどね。お前の耐久力が分かった。じゃあ、この通路取っていきましょうかね。こんにちは。はい。つけてくれ。つけてくれ。サンキュー。誰やびっくりした。<laughs> 誰ですかこの子は誰なんですかね。あ、モテる。 持持てます持てます持てますすもう持たれへんのまだ持てるわ一緒に行こっかいけいけるもしかしてああいけいけないかあいけないかさすがにな無理かえー、名前教えてよ俺の名前はシックス シッ,クシックスあれシックスシックスか俺というか私。シックスって言うんだけど、あんた名前何て言うんだ君の名前教えてくれよ。口開くだろ絶対開くでしょ。ダメか向こうの方は続いてんのかねなんか道。ちっちゃい部屋なんかな一応行ってみますか。行き止まりな気がするけど。あーなんか手応え的に進めないな。なるほど。無理か。しゃあねしゃあね どこ行ったのっていうくだりがやりたかっただけです。<laughs> 向こうの方で手離しただけよ。<laughs> しょうもないことして。行きますよ。早くね、ここから脱出したいんですよ。もうかろうか、なんだか知らんけど。おいしょ。飛んで、ぐいっていきまして。ここなんか進むだけなんかな。んちょっと待ってね。なんか出てきた。 おる,ね、おるわ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 ,お,るわおうおうんじゃこれこれなんじゃこれこれ,なんじゃこれ,これ何これヘビじゃどこまでついてくるんやろうこっちはこられへんのかやらしいやつやなどあーこの辺か あでも、理論的に言うたら、この辺はだって襲ってこなかったですよね。こう登った瞬間ぐらいは。ってことは、襲われ。これ、下に落とせんじゃない <laughs> 頑張ったらさ。一応やろうや。二度とお前を住処に帰れない体にしてやるぜ。来い。 <laughs> クソ腹立つんやけど絶対この下に落とすからだ <laughs> 俺の人生かけてこの下に落としてあるからだ絶対諦めねえ諦めねえのが俺の生き様だ来いふっ <laughs> <laughs> 一緒に行け <laughs> よし <laughs> てめえを道連れだ よしバカで <laughs> お前二度とこっちに来れねえよ <laughs> このままどこまで追っかけてくるんやろうなおいよ来いあれお亡くなりお亡くなりですかさっきまでこの距離で近づいてたよな何やねここはジャンプかな 飛んでいきますか。いきます。よいしょー。OK。こっちからこっちはいけんのかなよいしょ。ナイス。まだおるわ <laughs>。<laughs> まだ、寝ちっこくこっちの故郷を忍んでんやな。かわいそうに。お前も二度と帰れねえよ。また後で来るわ。おいよ。 いやでもなんかまた出てきそうじゃない何してんのほんと。何してんの引く <laughs> ん,んやけど自分でも。何をやっとるんだかね。もういいわ、お前を向こうに落とすのは。結構労力かかんねしっかり足元見ていきましょう。しっかりね。た多分結構、結構の人が引っかかってんのやろな、これ。でももう二度と俺には通用しませんよ。そういう系のやつ。ああ、出てきた。 いいっぱいおるんやお仲間さんがおるんだね。お前らもこれに引っかかんじゃない。どうこれこれであいつら引っかからんかったら俺の脳があいつらいいかってこと。<laughs> やっぱ引っかかるよね。わかるわかるわかる。めっちゃわかるわ。めちゃくちゃわかります。俺もそんな感じやったからよ。あこの子は、んあこいつは頭いいんかな。ちょっと見てみましょうか。 近づいてる。ちょ暗いと本当見えないな。近づいてる。どこにおる？な近づいてる気がする。さ見てみましょう。これだ。はい。あ歩いってる場所なんか近づかない感じだ。来てる。来てる。お然からるか。赤座マックスです一応。以上 来なさすぎじゃない <laughs> そんな遅いかなえ結構手うやった気が早来いや。早来きなさいよ。何してんのどこでこのぬちゃぬちゃした音は鳴ってるんや。徐々に近づいてみますか。いやでも近づいてるよ。近づいてる。近づいてる。近づいてる。ん あ、これ下か。これ下で鳴ってんや。あ、なるほど。じゃあこの道はもう安全なんです。<laughs> もういいか。もういいよ。進みましょう。これ何や弾けるかあ、弾けるな。飛んで、すっ、飛んで、はい。オープン失礼しまーす。わたくし、ランマと申しまーす。おう。 いっぱいいろんな部屋があるな。この下、どんだけ案外浅いんかなあるじゃないですか。目の錯覚でさこう、犬を空から落としたと思ったら雪の上にぽちゃんみたいな動画見たことあるんですけど、そういう原理かもしれない。い死にたくないんやな。<laughs> じゃあ行こう。<laughs> 死にたい。死ぬんやろ多分えしまった はあ、しまっちゃったよ。頑張れ、あけろ。え、登れるじゃん。まじああ、まあ登れるけど、ここで終わりって感じか。足痛いよな。我慢しろ。こっちが、あ,あ、なんかありますね。これテキストでなんか読んだりするとかいう、そういうゲームじゃないやな。自分で考えろってわけだで,でも、やっぱり、 あのね吊るされてるあいつに比べてドアが小さいと思うんですけどねそれ関係ないんかなよいしょ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 あこれはもう通れるナイスんあーおるやんおるやんおるやんさっきの三角頭筋の子うわ、えー

繁殖してるわいやこれちょっとでも見えへんなうん私今何してんのおる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 いやこれは普通にちょっと難しいタイプんっででででで終わりだこんなんダメだダメだ,だ,だ <laughs> こんなんできない人類の,あのスペック超えてます何でセーブデータこっから戻されんのしかも <laughs> なんでここスタートな <laughs> ここスタートってことはいけるんでしょうね なんかここトロいんだよな動きなんか沼か沼みたいなのあるんやなジャンプで行くわはいちょっとおつい私は鳥よ私は鳥です私は鳥です私は鳥ですあははは鳥地に落つここなんか足取られてんねやなあったわそういうところでジャンパーでもわりかし効果的でしたねあとは俺の逃走ルートールッツをちょうど踏んじゃったごめんね あんまり後ろに行ってなかったけど後ろが正解やったりするんかな絶対違う絶対違う絶対違う今のはなナンセンス今回もナンセンス いいんじゃない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 ,い,い,じゃない閉じ込められてるこれ閉じ込められてる閉じ込められてる閉じ込められてるな <laughs> <laughs> 絶望的じゃないかなんかあるなんかある、うん、あーちょっと待ってなんかあるあ押すんかなるほどうまいうまいそしてここで押すとナイスよっと 危ねあぶね持ってこいよないや絶対ここおるわ絶対たまってますよ200億かけてもいいきますねもしこれで俺死んだら皆さん200億払ってくださいね頼みますよもしおらんかったら僕200億配りますプレゼント企画はいご入室 ご入,ご入室はい200億 <laughs> はい渡せ <laughs> はい俺にくれしかもこっからがよだるー最悪だわ <laughs> 200億じゃ済まねえぞはい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 オーケーうまいギザギザに進むのがコツかな はよして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 早して何してんの怒るよまあ、正直私ぐらいになるともう見なくたって分かります大丈夫大丈夫暗いからバレてない <laughs> 暗いから暗いからバレてない音も消す編集で 私ぐらいになるとこれぐらいお茶の子さいさいなわけ。<laughs> 電気なんかいりません。人間はいい目を持ってるからね。電気なんてものはいりません。電気なんていらんな。もうこっから電気なし縛りでいくわ。これ上登るんかなあっぽいね。こっちにも一応行きたい。うーんと、あーま、あ行き止まりか。なるほど。ほんまか。 ちょっと見えへん、まあ、上に登ってあっちの方に行くって感じですか行きますかうお、びっくりしたあいつちょくちょく俺をなんか若干ビビらせるようになんて性格の悪い。<laughs> 悪趣味だね。もうちょい楽しいこと日々やるよ。この世には。例えばまあ。 競馬とか <laughs> 例えばねパチンコとかあるんだからあこれ絶対に落ちるでしょうね予言できるわ落ちますやるじゃんよくやった俺の期待を裏切ってくれたなお前が初めてだんなんかあるな あ、持ってそう持ってるかあ、持ってんじゃん。持ってるあ、持ってそうやな。全然見えへんのよな。<laughs> 全然見えない。これ絶対下に押し。おい、またこっからやないか。<laughs> 最悪なんだけど。おい、いいって。おい、いいですよ。俺、僕、八角ルート知ってますからね。はい、ありがとうございます。早進も、早進も、早進も。ほんとに早進も。 いいよいいよあいつらと戯れたくないんだ俺そんな暇じゃないからあいつについていあいつあれか道しるべ的なやつかなるほどね危なかったらあの自動セーブのマークはよ出てきてくれへんかなでこれはゆっくり行かなあかんなこういう感じオッケーいや急がなくていいよそんなよしよしよしでこれはもうトラップですこれ完全にトラップっすこれ完全にトラップ あれに目つけられたやつは全員下に落ちていきます。そして、あのー、三角頭巾というか帽子の子があっちも行けるか。こっちかなあぶなあぶねえ。うぅそういう手には引っかかりませんよ。もう下に落ちるなんてそんなダッまでできねえわ。ちょっと待って、右側なんかありそうじゃない綱渡りのポジションがあるわ。 いや、できそうやけど落ちたくないなぁ。まあ、た奴らとたらかね、これ絶対になんか、いけそうじゃないこれいけるよな。ちょっと待って、手前はあ、手前がもう上がってるから、ここか。いきます。助走つけて、3、2、1! オッケーなるほど。上に登っていく感じが。もうこの辺から下に落ちたら絶対助からねえわ。絶対助かんねえ はい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 。いや、なんか屋根裏みたいな感じかあっ <laughs> <laughs> 引っかかりません。そんな単純な男ではないです。こうかくいう私も結構長年生きてきましたからね、ほんと。甘くないですよ。 めちゃくちゃうまくない <laughs> めさめさうまいな、俺ここ <laughs>。この子が着てんのはレインコートなんかなどうなんやろフード付きのパーカーみたいなパーカーではないか <laughs>。誰か進み方を教えてください <laughs>。 ここは合ってないようなもの <laughs> この障害物合ってないようなものこういう 3D 系のゲームあんまやったことねえから奥行きのこの何て言うんですか遠近感覚っていうのをこういうのなかなかつかめねえですねこここでいいよないいよねいきますよ助走取ってほい OK なんか心なしかランプがなんか明かりちっちゃいような気すんねんけど気のせいかな全然見えなくない <laughs> 全然見えへんなこんなもんか、まあ、ゆっくり進んでいきましょう時間はあるからね時間はありますもうちょっと死にたくないななんか取れだかラッキーみたいな若干あるんすよ空空 <laughs> 空あるんすよちょっとだけはねもうそういう領域超えてます だからここは死にたくない死なせないでください神様俺日頃結構ええことしてますよ <laughs> 俺結構日頃の奥ない,いいと思う頼むよし,し伝わったこの思いなるほどねたまには祈ってみるもんやなおいしょ回していこうか明るくなったねはよしてくれはよ <laughs> <laughs> <早>あそういうことね 止まりなさい時間制限あり系のなやつねちょっと時間じゃなくて心整えるわ <laughs> 大きく深呼吸い <laughs> きましょうここは多分近道ができますポーンって飛んでくっでけえこっからスタートだこっからスタートでかーめちゃくちゃでかいわ天才やなほんと 素晴らしいいきますいやでもたぶん飛べると思うんやけどなこの幅俺の目測では絶対いけると思うんすよはいじゃあ飛べえ間 <laughs> 違えたここスカイダイビングちゃうねあんな時でもタバコやからな <laughs> あんな時でもタバコの火つけようとしてアホなのか俺の操作ミスなんだけど×バボタンねで絶対飛べると思う おいしょつかめほらいけんじゃん。間に合わなくないあ、走るってあるわ。なるほど。あ、走れるわ。ほんとほんとほんと。ああああああ,ああ。これで間に合うかな。はしゃぎすぎたな。じゃ今回でクリアさせてもらおうかな。さすがに走る側、走るを手に入れた俺にとって。 これは簡単な道のりです。行きましょう。GO!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  走れ走れ走れ間違えたー。ま、さすがに走るを手に入れた私にとってこの道のりは簡単なものになりました。今回でクリアしましょう。行きます。GO! 走れ走れ間に合え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 あ、忘れ物しちゃった。ねえよ。何してんねん。ああ、バカで、バカですよ、ほんと。 叱ってくださいダッ,シュダ,ッシュダ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 ッシュ間に合いました間に合ったま、ま、間に合った,、ま間に合った <laughs> あれ <laughs> 間に合ってねえじゃねえか <laughs> 間に合った感を出すなマジで <laughs> カメラも操作してさ間に合った感を出すな今回は間に合わすぞ今回行くぞ今回行きますよ o k ケーあ、これ飛んだらあかんねやな <laughs>。なんか癖で飛んじゃうな。で、こりゃ何や。ファン換気してるかー。ここもなんか倉庫みたいな感じか。おいしょと。そういえばあの三角頭巾の子、見失っちゃったな。大丈夫かなおいしょ。おいしょ。おいしょ。 登ってもうほとんどフィーリングで登ってるんやけどここは意味ありそうだねここと耐えろここねいやでもこっち進みそう最悪ちょっと出してくれ頼む出してくれ <laughs> 出してくれ頼むよここ登らないのはバカでしょあるよなえあ無理なそんなバカな え、これ端っこじゃないあ、違うっぽいな。無理なんや。へ、え、ぇ、ー。絶対怪しいと思ったんやけどな。行きますか、じゃあ。ドボン。失礼します。またなんか音鳴ってますわ。要はあるやつね。で、これは、これは、いっていいやつ。あ、あれね。はいはい、わかりました。 おぉなーんかやってますよこれ BGM でかすぎに大丈夫ちょっと聞いてくるわ問題なしでしたねでもうるさいよ <laughs> 問題はなかったただうるさいよん見張り絶対見張りよなここ収容所みたいなところなんかな だってこんなんただのホテルとかやったら旅館やったらいらんもんね、まあ、いらんことはないけど警備の仕方がまんまそれですもん首振るやつは絶対に刑務所にしかない <laughs> 普通のカメラはこう真っすぐ前にしか見ないですよああいうのは刑務所にしかないこっち側は手前はなるほど壁があって向こう側は 壁かな同じく作れ壁 <laughs> 子供がおったら危ないだろうでどっからどう行ったらいいんやこっちかここですかこんにちはあれあこれ登るんかもしかしてあなるほどなるほど何かと思ったよへその緒みたいな感じやから <laughs> 寄ってきた寄ってきた えまぬけすぎひんか <laughs> おい、握力鍛えろ、もっと。あの、あの感じに見つかったりせんよな。見つかったらめんどくさくないこの子もあれなんかなこの、廊下モもんだかなんだかわからんところに収容されてる存在なんかなで、脱獄しようと、みたいな。そんな感じなのかしら失礼します。 トイレかここはなんか若干足音みたいなのが聞こえるんよね <laughs> さっきから <laughs> これ水スタ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 いやー絶対足音が聞こえるなおなきお客さんかないやネズミかスタスタネズミにしてはなんか川の音がしますねどうもーん 失礼します。ネズミかあ、やっぱそうか。そらそうよね。ねいや、違うな。これか。電気の音か。誰が予想できんねん。<laughs> とりあえず鍵閉めとこう。向こうから誰が来るかもしれんからな。で、あ、これね。何か椅子的なやつ、これかな。お、引いて、ナイス これ何トイレットペーパー <laughs> トイレットペーパーですか拾えるあ、拾える。これ投げるとかできんかな置くんじゃなくて。あ、できる。これ当ててみるか。絶対危ないもんね。あれ電気に紙当てたら燃えるくない あ燃えへんねんよと言って俺は突っ込まないよ <laughs>。突っ込むと思ったやろ。そんなアホじゃないから。アビクシャ死んだかと思ったおい <laughs>、あれが店なんか思った。よかった。なんか制限時間みたいな音しますね。あははあ。はあ なるほどね。そういうことか。じゃあもう一回やらせてもらうよ。の前にちょっとあのキッチンの上とか乗ってみるか。やっぱ女の子だけあってちょっと可愛い声してるくないあ、ちょっと可愛い声してるな。サイズ感的に小人なんかなそれとも本当に少女なのか。ねあの最初のね、首、首吊りマンがでかすぎただけなんか。どっちなんやろ あ、でも、リトルナイトメア言うてるぐらいやから、いや、どっちなんやろうな。この子が普通のサイズの可能性もありますからね。あのー、ね、足長野郎だけがおかしいかもしれない。プンプンってなんかなったな。なんか動いたよ。なんか動いてんな。なんじゃこりゃ。プロペラ なんか、掃除機、ね、自動型の機械の掃除機、キーボ、キーボじゃないわ。何やったっけあれ <laughs>。あいつらやったっけあれ、あと。ああ、ああ、はあはは、線路か。ああ、おもちゃのやつか。なるほどね。あ、乗れる。まあ、乗れるからなんやっていうところはありますけどな。やっぱ出せるよな。なんそんな気がしたわ。これで階段状にして、この上か。はい。で なんんか入れるんちゃうはん完全に入れそうなあるよなあ、帰ってくるんかっっあ、そういう逃げ方するかなどうなんやろう <laughs> <laughs> お前性格悪いぞ <laughs> 綺麗なもの見たらそん,そんなんしちゃうタイプわかるやめろよ <笑><笑>ところかまわず散らかすなあー元に戻ってるわこれ何シーソーおもちゃみたいないっぱいあるねこれをこうしたらなんか意味あるんかな一応やっときますけど ここからだって全速力で行っても、ああ、なるほど、こういう近道ってことか。もう使えなくなったけどね。<laughs> もう使えへんわ、これ。こっちから行ってああ、届かないってなるでしょ。ジャンプで届くか。あ、届くじゃん。届いてねえここもブレーカー落とさなあかんやん。マジか。あ、それで、 戻れるってわけね。あーはあはーなるほどなるほど。そうやな、戻れる方法ないと、ダメですからね。一直線で行かなあかんねやな。間に合うかなどうやろうなんか、すげえまた、うるさい音聞こえてるけど、気のせいか。走るの四角ボタンね。いきます。ゴー電気つけて、走り走り間に合い間に合い。忘れ物はないからな。言っとくけど。 それ危なくなくい今の引っかかり危なくない危ないよな危ないよなでも大丈夫皆さん何のためにこういうのを崩してきたと思ってんだ <laughs> 私の道を確実なものにするためです狙ってましたよーしあれ崩した意味もあったんだな行きましょうここは渡り廊下みたいな感じかやっぱ客室よねこれ どう考えてもそうにしか見えない。見えませんね。でかこの扉。ビップルームかな。いや、客室という名の監修所というか、牢屋みたいな感じやな、多分。おそらくですけどね。 ドアを開けたりは、できないかな。まあ、特に、この扉を開けれるというところはないですけど。一応扉の数でも数えておきます。一二三四。で。五六。七。七つ扉あります。どっかで回収される可能性、あるからね。七、覚えておいてください。で。その中に、白の扉があるんですけど。それが、一二三四。 5、6、6個です。7と6、よく覚えておいてください。どっかで使う可能性あります。こんにちは。急に音なくなるの、ちょっとやめてやめてやめて。やめてくれ。扉の数数えよう。1、2、とか言って。<laughs> そういうことしちゃうね。えー、っと、これ何や なななににな何,何,何,何ああ、お前、首振り監視カメラね。見つかったら終わり系やな。これ見つかってないああ、この、ちょうどこれの影にかく。ああ、なるほど。天才的な避け方。不要意に進まなくてよかったぜ。一応、この上乗れるか、無理か。 なるほどじゃあ、普通にやるしかないな。足音で動いてるよな。ゆっくりいってもダメ。はい、切るわ。で、走ったらあ、走ってもそういうわけじゃないんよ。あ、走ってるからってそういうことじゃない。なんか怖いとか怖い。<laughs> フェイントしてきそうやな。 あ皆さん、扉の数,数数えてください。1、2、2個や。ああ、でかいので3。3、7、足して10。これ覚えておいてくださいね。足して10です。ちょっと、出過ぎたまにします。案外、東大元暮らしって言いますからね。<laughs> ほんまにや。ほんまに東大元暮らしや。<laughs> おい、ガバガバじゃねえ。 にゃん光が苦しいやんあーじゃあさっきの光もこれやったってわけけどこっちはなんであかんかったんやろこの光はいけるんやな何が違うんやなんであの光はダメでこっちはダメあいけるんやでなんで部屋の数がちょっと少ないんやあこれでもか。 昔だからそういうのがいっぱいあったっていうことですよねあ危ない <laughs> でも大丈夫ですこれはもうこういきゃいいってことは分かったからこういきゃいいってことはもう分かったからね <laughs> さあ終わりですご愁傷様だな 頭の出来が違うんだよ。お前とはな、俺も光でちょっと対抗しとくわ <laughs> くら。暗え豆電球危ない。お、上登れんじゃん。これ登れるくないあ、いけるいけるいける。合ってるか行けるかこれ絶対、危ない。絶対死んでる高さやったぞ。右は 特に穴らしい穴はないという感じですか了解です。この上ちょっと怪しいな部屋あるくないなんかちょっとあるよな上かなこれで、この上に乗るんじゃなくて、こっち進ん誰か医者を。こっち右か 左もこれめちゃくちゃあるよなあの光で動き止められるんか,だか脱走しようとしたら扉からねこ中に入ってて扉から脱走しようとしたらあの光が発動してまあ逃げられないみたいなそういうことなのかなじゃないとつける意味がわからない一応見ておきましょうこれ道あるよなあれだ あね怖いんだよね。見えへんからさ、落とされんのよ、下に <laughs>。ああ、結構戻れますね。こ押せんじゃないあ、無理か。で、これは、あ、ここ押せそう。あ、無理か。ああ、なるほど。その扉がいっぱいあるよっていうこと。いや、絶対にいけるでしょ。なんじゃ、ここ。 んなんじゃこりゃこりゃ。目なんかリトルナイトメアにこんあのロゴというか、ちょっと待ってくださいね。そうそう、タイトルのリトルナイトメアのところにもなんか目みたいなのあったんですよ。まあ、ちょっと違うけどデザインは。なんかつながりあるんですかね。見てる方向がベッドしかもこうなんかあるな。 シミがあるこれもなんかある。なんか犬の手がいっぱいあるのとここにシミがあるっていうところですね。動きにくくなるやつな。これ血やったりせんまあ血やったらなんでこの子の動きが遅くなるのか。でも犬の手がここにあるのよね。こっちにもいいやけど。誰 飼われてる犬がーど何が何あったんやろなこの扉でこの中で、まあ、一種ねこの部屋で何が起こったのかっていうのをちょっと予想すると僕の推理タイムですこの目ってささっきの光当ててたやつに似てるじゃないですかでそれがベッドを見てるってことはこのベッドの上で動けなくなってた誰かがおったんですよさっきの理論で考えると光に当てられると動けないでベッドの上で動けないつまり まあ、抱いてるっていう <laughs>。抱いてるっておかしい <laughs>。まあ、お亡くなりになっていると。で、亡くなったまんまさ、そのまま放置してたら、たぶん草って、こう、水分とかがどんどん下に垂れていって、こういうたまりになるんじゃないこういう感じで。だから、この上で人間がなんかが、ね、お亡くなりになって、それがこのシミになっちゃったみたいな。っていうのがこの部屋で起こった たことなんではなかろうか。死体安置所なんじゃなかろうかっていうのが僕の予想です。犬の手知った。こっちじゃないよ <laughs>。自分で考えろ <laughs>。え。なにこれ？持てる？持てんね。一緒に持っていくか。じゃあお土産として。 ライト使われへんから、おい、これ下に落ちたらどうすんだよ、この人形マジって <laughs>。この人形もマジでめちゃくちゃにしちゃうからな。落ちんだよ。ライトがないと奥行きがわからないの。ちょっとビビりすぎ大丈夫かここでもわかるよな。オーケー。さあ、一緒に持っていけるのか。一旦置いて。オーケー。いけるね。 一緒に行こうえー、なんか出てきたあお前は俺が絶対に守る下に行ける皆さんあんま声出さないでくださいねほんとうるさいんだから <laughs> キャン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 うるさいんだから おーなるほどな帰ってきた帰ってきたあー閉めるんかおるよ私おいビビってんのかビビってんのかおい <laughs> 開けられへんから引き戸やったもんなおし戸じゃないか無理かちょっと観察しますかうーんてなんかそういう 人体実験のモルモットみたいな感じかよかったよ、お前を助けてよ。一緒に行こうな。お前は絶対手放さねえ。こっち行って、まじで1ミリも見えん。<laughs> 1ミリも見えん。ーんー、まあ、特に乗れも、ね、下に潜れもせんから、これは、ここの扉開けるんか。なんか椅子みたいないですか いや、違うな。あっちか。行くか。さ、お待たせしましたね。行きましょうか。頼むから、この、なんかようわからんさ。人形にライト機能をつけてほしいな。<laughs> 見えへんのよ。お前が足手まといになってるんや。一応見ときましょうか。オルゴールみたいになってんな。 さっきもおもちゃみたいのあったからね。これがでも子供部屋ってことはないでしょ。さすがにな。行こうね。さあ、進んでいきましょう。んあ、あ、あ。さあ、進んでいきましょう。あれこれあれじゃない上行くんかなお別れか。おーい連れて行かしてくれよ。 いや、絶対こうじゃん。絶対こうですやん。い <laughs>。絶対にこうじゃないか。焼きクソなるよな、シックス。マジかよ。じゃもうお前はもう、お役ごめんだ。えそういう回収要素やってんや。あ、そうなんや。はよ、言うてな。<laughs> なんでそんなこと黙ってんの俺たちの中じゃないか。砕だけ散ったけど。 よう、続きこう入るねえ。好きね続きダくと。ネズミなあのイモムシみたいなやつ出てこんよな。下に落とされたりせんよな。頼むよ。俺、この道勝ったから今、今この瞬間。<laughs> また勝ったから出てくのなしな。ネズミ一匹出して、出すことは許さん。お。どぼーん。 ま、この部屋は買ってないからな。しゃあない。許そう。そして、この、ああ、またなんか目みたいなやつあるな。んどうした下痢かお腹く、くだしたんかななんか変な、もんダメだなんか食べだかな でもほんまに腹痛い時ってこんな感じになるよな。<laughs> あの、息切れして <laughs>。あれ今日死ぬんかなみたいな <laughs>。めちゃくちゃわかるわ。その気持ち。これは上乗れるかなすげえネズミが多いな、この部屋。そんなに今までの部屋に比べて綺麗ですけどね。これ何おいしょ関係ないか。なんかこの子の息遣いに。あ、もうそろそろ限界か。 いや、トイレちょっとないからなぁ。<laughs> <イ>あ、ジャンプもでき。いや、それは頑張れいけるお前ならいけるなんでやらねえんだいけるんかい <laughs> 熱血さ伝わったわ。案外熱い女の子だよな,んやなまあ、マジで言ったらお腹減ってんでしょうね。ゲリゲリ言ってたけど。ご飯ないかなぁ。あー、なんだなんかある なんか来た。まあ、無視しますか。なか人からもらったやつはちょっと食べれないっす。<laughs> ちょっとね、不衛生だわ。ジャンプもできねえ。マジかよ。熱くなってくれ。俺絶対それ食べさせへんからね。絶対食べさせへんからね。<laughs> 絶対にそんな、どこぞの誰かわからん、誰かが握ったおにぎりがわからねえから。 目の前に落ちてやるそれは少女にとっては黄金のように思えたたんと食べろえ食べないのうまいかうまいよ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 うまい そこの人ありがとうございますだそうですでも結構でっかいの食ったなさっきの鶏肉とかなんかな若干オルゴールチックになりましたね嫌だななんか出てきそうやなうんあ水か よう雨漏りしてるな設備不良でしょ。もうちょい見直した方がいいぜ設計 <laughs>。それが改修工場よ。看板立てろ看板。朝と昼は工事してますみたいなやつね。ちょっと皆さんに聞こえるかわからないんですけど、まだぐるぐる言ってんのよ。もしかして足りてない <laughs> まだちょっとギルギル言ってるんですよね。 カエルの鳴き声の可能性はあ,あるんですけど、足りひんかったか。なかこれ落とそう、落とせそうじゃない落とせそう。なんか意味あるんかなもう一個の方も落としときますか。一応ね。 落としてかかったんかな <laughs> 積んでたんんな積でりせん大丈夫かこれはここでこう登ってこうか。なるほどね。あれ落としてたらなんか後々よかったりすんのかな なんかでっかいのあるくないつってるやつ。あそこに飛び移っていったりするんかなおしおし、登った登った。んどうした登ったでしょどうした気にせず進め。こうか。なるほど。難しくなってきたね。で、上登っていって、ここ来て、これ怪しくないでもこっちもいけるんか まあ、一旦こっち行ってみますか、先。これ下落とせるな。多分。無理っす。これ手前に飛べると思います。絶対こっからじゃなくてここやな <laughs>。絶対そうだ。これ届くか頑張ってみるか。いきます。助走しっかりとって、こう。OK! ナイス。で、 こうか。はいはいはい、分かってきましたね。このゲーム。怖いよ。怖いよ。怖いよ。気ぃつけてな。上から何か来るかもせんから。怖いよ。怖いよ。登りすぎた怖いよ。手離すかもせんよ。OK ね。 いやこの高さから着陸したら確実に死ぬからもうちょい低めで飛んでいかないとダメですね。まあ、こんなもんでいいんじゃないですかはい。オーケー。で、また上に登っていくんか。そしてここに繋がるというわけ。さあ紹介しましょう。これが。なんじゃこりゃ。<laughs> 知らんのか、相手。えー、っと、これブレーカーか。はい。慣れたもの。ああ、これは。 ちょっと待って馬鹿なことした さっきから俺何してんやううようやく帰ってきましたね、ほんと。<laughs> 時間かかったわ。なぜかよう死んでましたね、私。どこが死ぬ要素あるんだっていう話なんですけど。で、これ下に降りた方がいいのか、上におりこのまま行っていいのかっていう問題よな。あっち側に行くんかな上がったから何 ようよ考えたら。いや、でも上から行けんじゃないなんやったら下の方が無理な感じしますもんね。じゃ上から走って飛んでみます。助走ちゃんと取って、行きますちょっと怖いよな。でもちょっと怖いよね。<laughs> ちょっと怖いな。悪い予感がするからね。ジャーンプー の未来が見えるからちょっとだけ時間ください準備がいる俺は飛べる俺は飛べる俺は飛べる I can fly I can fly I can fly 催眠完了いきます I can I can I can you can fly 届けネクストトライですねこれはやっぱ下に降りた方がいいんか 上からは飛べないと思いますので下行きますか下から飛び移るんかな普通にでも飛び移ったから何がすげえ解決できないんだけどいけるかこれいやパッと見はちょっと足りてない気するけど <laughs> I can <laughs> この催眠術しだしたら死ぬんやでも信じていいですか 俺の催眠術案外効くかもしれないっていうのをまだ捨てきれへんのよな、ね、やっていいすか私は飛べる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  I c a n fly I c a n fly OK 飛べる私は飛べるどこ飛んでるばが やめる今日 <laughs> ちょっと待ってこれ動かせる無理か <laughs> いやかわいいちゃあかわいいけどな <laughs> いやかわいいよそら 可愛いけど言わしてほしいけど何してんねん <laughs> めちゃくちゃ可愛いけど何をしとるんやこれもしかして引いたらこれ動かせたり何してんねん <laughs> 可愛いけどよあ動かせるそういうことかなるほどってことは ちょっと時差あったからこれを…えー、ってやった瞬間に乗ります乗りますってやるんやなやった進んだね <laughs> ようやく進んだ時間かかったなやったぜセーブ頼むセーブ来てくれセーブ来てくれセーブは まだまだいやまだやあれはセーブのあのなんかマークは出てないよな出してここも出るかな出ねえ引きずり出してやったぜオッケーでこれは出へん,もんなこれは出ません じゃあ、ここ乗って、これ中段ぐらいまでは引けるよね。ナイス。直すな、直すな。で、ジャンプして乗って、これは飛び移れて、これを最後に引くと、走れ、走れ、こっからは。走らないといけない。ちょっと見たかったけどな、この部屋。 またなんか難しそうなのありますよ進むかこれ道あるよなここ道ですもんね道道道道があ,りますあったこれなんこれセーブよなあれ違うかったっけあ出た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 やったこれでも全然こんなんしてもいいよねやっほー あれどこここえどこここいや、ちょっとどこ、どこここ知らないところ来たけど、どこ いやどこですか本当にどこですかここ <laughs> いや、マジでどこやねん。いや知らん、知らん。いやちょ、ちょっと待ってください。これ本当に一番最初ど,どこよこれどこ,これあれ一番最初違うよな。いや、違いますよね。違うね。で、でマジでどこ連れて行かれた。 <laughs> わけわからんところに連れて行かれたこれが死後の世界ですかははひふへほなんだけど <laughs> どこやねどこか教えてくれちょっとどこですか本当に詳細教えてくれ納得できねえよ 納得できませんよ。<laughs> 納得できねえよ。なんでいきなりあんなようわからんやつと戦わなあかんね <laughs> 俺ただ進んでてようやくクリアしたところなんです。ようやく進めたのに。ようやく進めたのに。俺これまたようわからんとこ飛ばされるやんじゃあ。あえてこれで戻ったりせん ここか。まあまあ、いいか。今回これ、東大元暮らしとはいけるっぽいな。い <laughs> けるくない絶対にこっち。<laughs> これ正解じゃないの。<laughs> 俺、今どこおんねん私、今どこちょっと待って。俺、どこ今じゃあ、皆さん。 僕はどこにいるでしょうかちゃうから <laughs> ちゃうちゃうちゃうそんなんやりたいないねどころ俺明かりつけてもわからんねやけど奇跡的に逃れてますどこあっお音つなんでそんなところ隠れてんのちょっと危ないよちょ危ないっつっただろうがほんとバカなんだから 明これが大事やったわ危ないよあ危ないんじゃないのこれあ危ないんじゃないのそれ倒れたらあかんやろえだってこれ本来あれなんじゃないですかあれをさうまいこと使ってさここ通っていくんじゃないの本来はよ本来は多分あの車輪の後ろうまいこーっとこうゆっくりゆっくり進んでいって 進んでいくんでしょう多分こういうことやんね。それ今倒れてたよ。再現性あるかなうわっ難しい。 よし行けましたちょ。一回あの車輪倒れるがマジで見てみたいんやけど。<laughs> あの四輪車なんでこれ動いてんやろうねっていうか。いや倒れてないな。なんであれ倒れたんやマジで。これ動いてるってことはこう、ゆらゆら揺れてるってことよね。このよくわからん、モーだかローだかわからんところが。 倒れるか倒れないな。なんであれ倒れたんやろ。ま、とりあえず進ましてもらいます。おお。これは火の光か。もう電気にしてはちょっと光量がでかすぎんもんな。分かれへんや、そんな。<laughs> 騙してきてるやん。手前危ないから、こっちな。 よしこ,こっちには行くけど手前側に引くような感じではカメラ操作できんのよなえ間に合えよいしょあめえな。ちょっと待ってちょっとょっと、ちょっと待ってちょっと待って,っ待ってそりゃあんなん油断するでしょ油断すんなっていう方が難しくない <laughs> 1回目でさ引っかからなかったっていう なんやろ優越感というかそのせいで無理でしょえっ、ー、と飛んで登ってでこう甘いな <laughs> 編集でこっからにしたろうかな <laughs> 編集でこっからにしましょうかねほんとえー、また閉められたよ一応登っときますまあ無理よな 電気つけて、いやなんか道がないような気するんやけど気のせいわ。うん前方、左、下、上。特に問題ないです。何の音やこの先行けんのか。一応見ときましょうか何もない部屋。珍しいね。ていうか、勝手に扉閉まんの今ようよう考えたらおかしくない。 考えすぎこの部屋ってことはここに迷い込んだ誰かを絶対に何かしらするんやなってことはこの先に誰かおるなえあ終わりですか監獄 もう止まれないところまで来たってわけな逃げ切るしかないんや俺に残された道は任してくださいやってきましたなるほどまぁ、あ、感覚的には今までとそんなに変わらんって感じですか いやー進んじゃったねーもう逃げる。ここ脱獄するしかないぜ。引き返せないところまで来た。大丈夫や。今までのなんか、いくつも乗り越えてきた俺たちなら、絶対に行ける。っていうのをみんなに見せてやろうぜ。視聴者の皆さんにね。多分不安がってると思うんですよ。僕がこんなこと喋り出したから、これこいつ、これから死ぬんやろうな、みたいな。<laughs> そんな不届きな考えをしてる人らがおると思うんで、ちょっと訂正してやろう。俺たちな やめます。おとなしく帰ろう。